はい、皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスです。皆様お久しぶりですね。バトネクの方も最近 YouTube 活動ね停止してたので、まあね、一時期的なものになるかもしれませんが再開しましたのでよろしくお願いします。さあどうしようかな、とりあえず様子見がてら裏取りに行くか。とりあえず行ってみる。ああ一回ちょっと距離を取るか。よいしょっと。さてこっちに来たらいいもの、どうしようかな。あれ壊してえな。よし壊した。格闘で壊すなら骨が折れる。なんか取れねえぞ。どういうことだったよ。おい、まさかこれ試合終了になるやつじゃないのか。取れない、取れないよ。E の方もさっき言ったのに取れてないぞ。くっそー、どうなって、取れたらどうなってんだ。まあいいや、行こう。多分ジオがこっちに来るからカウンターを仕掛けたい。当たりさえすればいいんだ。あー距離を取る。ちくしょう、これじゃあ中継の取り合いじゃないか。さあどうしようかな。あーなんとかあのジオを落としたいけど、ジオはね、やられてても無視して回避を行えるんですごく厄介ですよね。自分もまあ使ってたりするんですけど。何やばい、これは一回距離を取ろう。こっち来るかな、来ないな。あら一人抜けてる、マジか。ラップ、もう一回ラップ。おっとなんか来たぞ、やばい、ウィングゼロだ、やばいな。あゼロカスか、EW0 って言うべきか。くっそあれはまずい。ちょっといつ打ってくるか分かんないから。おっと、あーチャンスだけど射撃武器がないから追撃できない。ラップ、格闘ブンブンして、あーとりあえずこうする。やばいんだよね。ナイス、くそどうする。しかしもうやられても時間の問題だぞこれ。あーあ間違えて振っちゃった、これは死んだ。うわーやばいな、まだダメージ与えてないんじゃないか。そう、やられたぜ。あーくっそ、恩恵が得られない、恩恵が得られないんだよ。7番さんをなんとか、いやー嘘だろこれ、嘘でしょこれ。タックルしてる、よっしゃヒット、ヒット、よっしゃ。危ない、当たるか、うわ助かった。おおすげえ、すごいぞ、ウィングだ、ウィングガンダムだ。最近めっきり見かけなかったからこれは嬉しい。よし行くぜ。あー向かう、向かう、じゃあこっち、じゃあ A の方に向かうか。やばいなこれ、全然活躍できてないぞ。僕ももっと活躍したいです。よし敵が来たな、こっそりと奇襲を仕掛けない、気づくかな、気づかれてんね。ラップ、お当たった、覚醒してくるか、大丈夫か。よし10番さんも来てくれたし、さあどうだ、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 あーやばい、あー背面側来るかと思ったけど、よいしょ、あー落としたか。よっしゃねー、すまない。あー今の絶対死んだと思った、危ない、うーはは、ちょっと待ってくれ、待ってくれ、嘘だと言ってよ、ま皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます、アクセスです。今日もね楽しくバトオペをねやっていきましょうね。バトネクだな、うん、バトオペ2もね遊んでおりますが、こちらもね引き続き頑張っていこう。最近わあ危ない危ない、あーこっからじゃマルチアが届かない、バルカを散らしてみよう。あーダメよ、な一発引くの使ったら怖いんだよね。よし、お、よっしゃナイスナイス、ほんと回避を忘れてたよ。間違えてクレバスを打っていくスタイル、回避と間違えた、さっき使ったのに。あれなんだ、トライバディングか、
F91 かぁ、来たか F91。 あいつ回避が、あ、ほら、もうあれがいい話、もうあれがいい話。ちょっと待って、ちょっと戦いたいな。でもアクセス君血が騒ぐよ。いかない、突出は危険か。どうする。よし、挟みでした。レバーゾルト、トランザも使ったから、よしよし、これまずも打っとこう。よっしゃ、ね、百式のビームライフルはなんかエネルギーパック式なんでしたっけ。打ち切らないと存在されないやつだ。よし、私は D を取りに行く。敵は来るか、いないな。よし、次はここ取った。ゴールドフレームか。さあ、どこで消える。そこだ、ダメだ。さあ、どこにいる。さあ、来いよ。そこだ。あ、回避に使ったが懸命な判断だ。まあね、あそこで無理にマネシャ打ちに行ってももう一気に溶かされるからね。よし、10番さん何後に行きますか。あー、やばいなー、2番は、F91 か。よーし、 F91 のいいところが見れるぞ。これは動画運転なんだ。さあ、来い。あっ、まだだ、まだ終わらんよ。当たんか、やる。やばい、マジ一発学んで、やばいよ。うわー、うわー、くそー、もっと見たかった。なんてそうだ、くそー、かっけーな F91。 僕も欲しい。まあまあ、僕もあれ欲しいよ。頑張って取らないといけない。まだ開発すらできてないからね。よし、僕も欲しいな F91。 もう一こっち来ないかな F91。 もう一回戦いたいんだけど、まあ、だからこっちはあいつのことやぞ。ゼロか、やばい。おっと、好きだらけだ。オリジンが同じ目にあったからよく知ってるんだ。さあ、どうする、どう出る。変形解除から即打ちできるから気をつけないと。F91 が来てくれたね。僕に会いに来てくれたんだ。嬉しいな、嬉しいな。危ない、当たるんだ。まずこっちを、よっしゃ、やばい。うわ、走行型だったのが幸いしたか。くぅ、やるな。あ、でも中継振りしてるから、かすったか。危ない、やばい。よっしゃー、お疲れ様でした。最後は F91 に締めくることができた。間違えて救命要請を出してしまった。ありがとう、いいファイトだった。いやー、 F91 を見られて何より何より。俺も欲しいなー。あ、今更ですけど、デルタプラスのカラーっぽく仕上げてまいりました。いやー、いやー、かっこよかったな F91。 俺も使いたいな、欲しいなー。お、1位か。 F91 の1票ある。あ、ありがとうございます。じゃあ、お返しに。ダメージどれぐらいだったかな。268がそんなには取れてない。 F91 の人も、あー、なるほど。ダブルゼータの人も暴れたな。あ、称賛できないよ、すまんな。よし、まあなんかてんやわんやしてるうちに終わった感じだ。ベルガギロス、そうそう、とりあえず開発だけはできました。500コスト戦でね、次かな。どういうことだ、 F91 の設計図がないじゃないか。なんとまだ2つなんですよ、 MECA 走行材が。いやー、一緒だったっすね。というわけで、まあ、久しぶりの実況でしたけど、
エピオンの動画を撮ったけど、上げてるかはちょっとわからないな。まあ多分上げてるかもですけどね。お久しぶりのね、実況の方ね。ではでは、ありがとうございました。失礼いたします。次はゼータに戻りたいなぁ。